こんにちは。5スター子どもスクールの阿部です。本日の子育てのヒントは、子育てに忙しいのは○○が原因かもしれないという話をしたいと思います。育児、家事、仕事をされている方はもう本当日々忙しいと思うので、本当に時間って有限で上手に使っていただく必要があると思うんですね。で、この時に、先日からお話ししている7つの習慣のやっぱり3つ目、重要事項を優先するということが時間を作る上で本当に大事なことになってきます。で、重要事項とですね、緊急事項って世の中あると思うんですけど、緊急事項ばっかり優先してしまうと常に忙しいんですよ。明日までの宿題を子供にやらせなきゃとか、学校に持っていくための雑巾を作らなきゃとか、そういうことばっかり頭がいっぱいになってしまったり、でそういうこと必ずやるじゃないですか。ですからそれは優先しなくても必ず人はやるので、明日まで何かしなきゃいけないとかになってると。でも緊急事項ばっかりやると結局子供って育っていかないんですよね。本当に大事なことってそうじゃないので。だから例えばですね、今日話していきたいのは重要事項を優先してくださいって話なんです。例えば家族の中で笑顔を絶えない家庭にしたいってな時に目標はですよ。でもいろいろありますよね。お笑い番組を見せるも笑いが絶えないでしょうし、例えばお菓子をあげることも子供はニコっておいしいって言うから笑顔が絶えないかもしれないですけど、本当にそれが重要かってことなんですよ。長期的に見て、でもですよ、お菓子を1回あげてったらですね、どんどんお菓子って砂糖は甘い依存性がありますから求めてくるわけですから、逆にお母さんのやることも増えたり、体に良くなくて病院に行かなきゃいけなくなったりもするわけです。じゃあ本当に笑顔の絶えない家庭にするには長期的に考えなければいけないので、例えばみんなで夢を語る時間、親御さんも子供も一緒に夢を語ったりとか、家族で時間を作ってですね、旅行に行ってみるとか、もっと時間がなくても笑顔を絶えることって触れ合ったりスキンシップしたり、例えばですけど、もう年長さん以上のですね、お子様がいらっしゃるんだったら相撲とか取ってみたらいいんですよ。本当に和気あいあいと楽しみながらやれるんで時間かからないじゃないですか。本当の意味の笑顔ってそういうことだし、本人が本が好きだったら一緒に本を読んであげたりとか、本人が分からないことを一緒に調べてあげたりとか、そういうことが本当の重要事項、子供を育てる上で大事になっていきますので、そういうことを優先してやっていくと、実は思春期になったりして手が取られなくなってくるんで、何か自立したりね、本にやりたいことが見つかってくるから、逆に長期的に見たらその方が絶対に時間って浮いてきたりもしますから、本日の子育てのヒントはですね、緊急事項ではなくて重要事項を大事にしてほしいってことですね。はい、短期的なですね、目的にとらわれず長期的な視点で育児をしていきましょう。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。